シャンゼリオンとはやっぱりちょっと違うんですかね、シャンゼリオンっていうのは、それこそ永遠の俺の中の、あれなんですよ、ナンバーワンスターなんですー俺にとっては、要はスガッチにとっての竜気と一緒なんですよ、自分がその番組をしょったんで、その前は覚えてる、39話 で自分がしくじったこともあったり<え>自分がダメだったこともいっぱいあって<え>そこから育っていって、うん、6年後はその6年経った自分をで勝負したんでやっぱりあの共演者の皆さんに、うん、ちゃんとスパイスにならなきゃいかんみたいな、うん、そういう,なんかこう思いがあったので。 ただ、シャンズリンは、<laughs> もう好き勝手やってたからね、<laughs> <laughs> みんなで,で、下手くそとか言われながら、あいつ下手くそなんだよ、<laughs> <うね S 1> いつ下ろそうかとか言われながらやってたら、いや、おるさいの怖えなってやってて、<laughs> だから、それは、ま,まるで違うですね、<ー>僕の中で。<あー S 1> はい なんかうちで話してたんですけど王者の登場って実は17話ぐらい桜の登場ってだって技術今16話までしかやってないんですよこの先に出てきたと思うとそれを思うとだけどなんかずっといたようなというかインパクトがあってやっぱりその若手俳優のビシバシが非常にすごかったのは萩野さんのおかげかなっていやのがいやいやだかシャンゼリオンからの王者だったんでそしてあのみんなが本当にすごいすごい 思いでやってた現場だったんでだから本当に毎,毎,日毎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 日ね,毎日ね本当戦ってましたよねね毎日毎日ね、はい、やっぱり松田君がね言ってましたもんね、うん、萩野さんにいろいろその、うん、背中を見て教えられたみたいな感じのこといや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 距離感とか大人の距離感を教えられていたって当時やっぱ当時憧れてましたもんね、はい、いやいや今も憧れていいんだよんずっと。 失言をね <laughs> しましたね。いやいやいや過去形で語らなくていいんだよ。<laughs> あの頃は憧れてましたね。<laughs> <laughs>